表彰2点目、小林のフリーキックそのまま入りました。長田が入ってきた。さあそしてそこで岡本が入った。シュート、岡本が滑り込んでシュート、3対2。今年の決勝は今シーズンから新しくなりました日本平スタジアムで行われます。浜松西高校は初めての決勝進出です。対する今大会3連覇を目指します清志郎清水市立商業、決勝戦は3年連続11回目の進出ということになります。対照的と申し上げていいでしょう、両校の対決となりました。この試合は解説が浜松南高校の監督、そして県高体連サッカー委員長を務めていらっしゃいます松浦博美さんです。実況私吉田でお伝えしていきます。リポーターをご紹介しましょう。今日は2人です。浜松西サイド渡辺弥生、清翔サイド金沢俊夫、両リポーターが情報を入れてくれます。解説は松浦博美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松浦さん、はい、特に浜松西はですね、はい、西武勢としては本当に久しぶりの決勝進出になりますね。そうですね、ここ数年、西武勢、力をつけて、来ております、はい。その代表として、今日はいい試合をしてほしいと思いますね。西武勢としましては昭和62年の浜名高校以来8年ぶりの決勝進出ということになりました。そういった意味でも浜松西の戦い方、非常に注目される決勝戦です。今映っていますのが浜西の池谷監督です。試合前にこの決勝に当たりまして、池谷そして清翔の大滝両監督にお話を伺いました。まずその両監督のインタビューをお聞きいただきましょう。横綱に十両が挑戦すると、そういうことだと思ってます。もう少し中盤で球をつないで、でそこから裏のスペースを使うということが非常に大事になってくると思っています。浜西の胸を借りて我々が挑戦者であるという、そういうサッカーをやりたいなと。どうしても今まで受け身だったわけですから、我々が挑戦者であるんだよっていう、もう一度気持ちを切り替えて、素直な高校生らしいサッカーをやりたいなと思いますね、と話す両監督です。それではこの決勝戦、両チームのスターティングイレブンをご紹介しましょう。まず浜松西です。この前の準決勝と変わりはありません。ゴールキーパーには杉山です。ディフェンダーは寺田、内田、山田、そして内藤は1年生です。中盤は4人です。このうち6番の岡本は2年生、それから20番の内山が1年生、それから8番の高木が2年生です。鈴木が司令塔です。前は小枝と金原、金原2年生 4-4-2 のシステムです。変わりましてこちら清水市立商業スターティングイレブンです。こちらもこの前の準決勝と変わりはありません。ゴールキーパー小林弘樹です。ディフェンダーは平均身長178と大型選手揃いです。谷池、柴田、大石、キャプテン松原と入っています。 4-3-3 でミッドフィルダー、ディフェンシブが早川、それから小野は1年生です。小林、久明は2年生、小林、小野はアンダー17の代表でもあります。フォワードは3人、真ん中に西川が入ります。そして左のウイングが漆畑、右のウイング藤本というメンバーです。清翔はこの大会3連覇がかかっています。それから現在県内の大会7大会連続優勝中です。この試合の審判ご紹介しましょう。主審が小川さんです。この方、そしてラインズマンは梅田さんと、松山さんが務めます。第43回を迎えました県高校総体、サッカー競技としては今年がちょうど30回目ということになります。決勝戦、まず浜松西のキックオフで始まります。今始まりました。前半35分、まず立ち上がりはボールが清翔のゾーンに入りました。松浦さん、この試合のですね、はい、まず見どころ一つ挙げていただけますか。そうですね、清翔はやはり非常に
個人個人の能力が高いということで、はい、まあ、浜松西がどのくらい粘り強くプレーを続けることができるか、ここらだと思いますけど。さあまず清翔、藤本がボールを持って入っていきます。ここから上げられるか、真ん中にセンタリング、合わせるのは6番の古柴田の頭、しかし合いませんでした。まあ、立ち上がりの5分ぐらいどちらが攻めるかがポイントですが、今度は小野がボールをキープ、前に出したスルーパス通って藤本が行きましたが、ゴールキーパーよく飛び出しました。まあ、立ち上がりから松浦さん、はい、どちらがよりこうオフェンシブに攻めるかというところが見どころだと思うんですが、やはりこういう試合では先制点というのが大きく、はい、試合を左右しますので、 そうですね、その点で、どちらが中盤を支配するか、攻勢に展開するかというところが最初見どころですね。そうですね、まず差し当たっては清翔の方が奥深くオープン攻撃、右から藤本がセンタリングを上げていきました。今クリアしたのは谷池。両チームともにディフェンスラインがかなり押し上げています。終盤タイトな両チーム。早川から藤本、清翔のフリーキック、倒されたのは小林です。背番号10番、こちらは高木です。ディフェンシブハーフ、長いボールを入れてきました。ゴール前、西川の頭が競り合い、かなり立ち上がりから両チーム積極的にいっています。ここで笛、清翔にファール。 浜松西としてはここから早く動きたいところ。これがキャプテン、今5番が映りましたが、キャプテンの松原です。右サイドに長いボールを入れていきました。11番は鈴木、ゲームメーカー。コーナーキックに変わります。両チームを通じて最初のコーナーキックは浜松西、キッカーはこの11番の鈴木、そしてスーッと10番の金原が寄っていきました。この5番のディフェンダー山田が上がっていきます。この山田がファーの位置に位置しました。このショートコーナーを使っての浜松西セットプレー。さあ1本目、その山田の頭に合わせるか。ディフェンダークリア、 7番のディフェンシブハーフでした、早川の頭クリアしました。このショートコーナーからの攻めが浜松西今大会決まっています。センタリングプレーは上げられません。再びコーナーキックに変わります。4番は大石、そしてコーナーキックを蹴るのがこの11番の鈴木です。松浦さん、この鈴木のキックはなかなかコントロールいいですね。はい、そうですね、この前の沼津学園との、はい、準決勝でもコーナーから点がありますね。はい、まあ、清水商業もかなり長身のディフェンス、それから今 この小林君ですね、はい、長身ですので、コーナーキックも工夫が必要だと思いますけれども。小林はゴールキーパー184センチ、それから先ほどご紹介しましたがディフェンス4人の清翔、平均身長178もあるんですね。すごいですね。まあ、このあたりは浜西はコーナーキックが一つの武器ですので、どう工夫をしていくかというのも見どころになっていきます。はい、さあ今度はまた長い球を入れようというところか、蹴るのは谷池です。前線真ん中には西川、誰に合わせるか。今度はこちら杉山が出てきました。杉山は179センチ、これがキャプテンの松原です。この松原に合わせるというケースがよく見られる清翔です。松浦さん、はい、立ち上がり間もなく5分になろうとしていますけれども、ここまでの両チームどうでしょう。そうですね、落ち着いた試合の始まりだと思いますけれども、はい、まあ、やはり浜西はディフェンシブという感じはありますけれども。小林がボールを取りましたが、どこで笛、浜西に反則がありました。フリーキックを得た清翔、これが小林久明です。背番号10番、アンダー17の代表でもあります。まあ、こういうセットプレーで、ですね、清翔のやはり長身の、はい、選手に合わせるボール、その競り合いを、浜西ディフェンスがどういうふうに、対処するか、鍵があります。谷池行きました、直接行く。
ニケがちょんと蹴出した小林からの球直接狙っていきました。この狙いはどうでしょう。そうですね、まあ、今ちょっと角度がなくて、直接狙ったんですけれども、はい、まあ、遠めのシュートも一つ見たいと思いますけども、まあ、浜西のゴールキーパー杉山くんですね、はい、杉山くんの出来っていうのもこの試合、ね、大きな鍵を握っているような気がしますけどもね、はい。前半始まって5分を経過しました。立ち上がりは互角、やや清潮の方が攻め込んでいます。球を入れるのは柴田です。小林から前線へ、小野がボールをキープ、一旦谷池へ戻します。浜西としては、はい、まあ、今のようにあの前線へ早くボールをという意識はあるんでしょうが、まあ、それだけではちょっと苦しくなると思いますのでね、まあ、今清水翔也はこういうふうに中盤からつないで、そうですね、サイドを変えて柴田から藤本を走らせますが、これはタッチを割ります。まあ、清潮はこの左右からのオープン攻撃を得意としています。右サイドから藤本、左サイドから漆畑、キッパラでスルーパス出るか、声だ、内山が後ろヒールパス通って、この先どうする、内山戻したシュート、これは正面、岡本が打っていきました。この前の準決勝戦で決勝ゴールを決めたこの6番の岡本です。2年生アンダー18日本選抜オセーニアの遠征メンバーにも選ばれました。2年生ですけど、この岡本という選手もなかなかいい選手ですね。そうですね、これが岡本。浜西としては今の攻めで、はい、チャンスを作るということを考えた方がいいですね。高いボールあるいはゴール前へ簡単にクロスを上げても跳ね返されるということもありますので、グランダーの速いパスで、ね、攻めたいですね。浜松西の池谷監督もとにかく相手は身長が高いのでハイボールで攻めていっても歯が立たないという話をしていました。ちょうど浜松西の応援席の前です。さあロングスローになりそうです。スローは藤本、ロングスロー早川の頭、西川、内山がクリアしました。しかしまだボールは清翔、この辺りよくついています。金原がピタッと4番の大石につきました。清潮がコーナーキックではありませんね。これもロングスローになりそうです。今度は漆畑が入れます。これが漆畑、早川、ニアの位置、その早川の頭にちょっと合いません。この今年の清潮はこうしたあのロングスローをよく使ってきます。さあゴール前、小野シュートに行きましたが、これは外れます。これが8番の小野、1年生ですが、この小野もアンダー17代表、今沢中学の出身です。この8番の小野、10番の小林というのがともにアンダー17の日本代表メンバー、まだ若いんですが非常にこの技術を持ったいい選手ですよね。そうですね、やはりこの試合楽しみに見たい選手ですね、はいはい。清潮に反則がありました。浜松西、11番は藤本です。右のウィンガー、しかしこういうハイボールを入れてもなかなか競り合い勝てませんからね。そうですね、まあ、浜西のトップの小枝君は非常にがっしりした体で強いんですけども、はい、まあ、その小枝センタリング金原に、これはディフェンダーがクリアしています。
吉野の松原君のヘディングは本当に強いですからね。強いですからね。これは藤本。さあ藤本が行きます。真ん中西川が走っている。ディフェンダーを戻る。うまくカットしました。2番は寺田。スイーパー寺田が上がっていきます。そして左サイド小枝が上がっていく。真ん中金原待っている。フェイントを入れて大きく逆サイド。内山の頭にはしかしこれはありません。これはいい攻撃のパターンを見せました浜松西。これが小枝です。今度は中に入れる。清翔ヘディングシュート。藤本打ちましたがゴールへ。クロスを入れていったのは6番漆畑です。藤本の頭に合わせました。まだ両チーム得点ありません。前半の11分を経過したところです。初の決勝進出の浜松西、一方現在県内の大会7大会連続優勝中という清翔の決勝戦になっています。小野から早川サイドを変えていきます。藤本小林ボールをキープ。一旦戻します。柴田です。この辺りパスをつないでいきます。清翔柴田が、オーバーラップしている。この辺がつながりません。今日は積極的に清翔つなげますね。そうですね。今のところからもう一度今度は逆サイドへボールを運びたかったんでしょうけども ね、清翔は割と縦への攻撃そしてオープン攻撃というのが持ち味なんですが、今日は中盤かなりこまめにボールをつなぐというケースが見られます。キャプテンの松原。日本平スタジアムが新しくなってから初めてのこの高校総体の決勝ということになります。賑やかな音楽は浜松西の応援席。今日はブラスバンドも入ってきています。ここまでの浜松西の攻め方としてはどうですか。そうですね、先ほど申しましたように、速いパスをつなぐということと、はい、やはりトップの小枝君のところへ、オープンスペースで、走らせてパスが出るかというところで、自分たちの攻めはしているような気がしますけどもね。しかし今きれいに4人が清翔のラインが並んだところがご覧いただけたと思いますけども、あのラインを突破するのがねなかなか難しいんですよね。そういう意味では浜西のハーフ陣の押し上げといいますか、ここらも鍵になりそうですね。なりそうですね。これは11番をつけています鈴木です。ゲームメーカーちょうど浜西の応援席前。さあクロスを入れる。この辺りはしっかり守っています浜西のディフェンダー。小野からちょっと戻しました。大石から前へ。ここで笛ちょっと押しましたが清翔ボール。いい位置でフリーキックを得ました清水商業。さあそして背番号5番キャプテンの松原がゆっくりと上がっていきます。今画面に入りました。この松原のヘディングは強いものがある。その松原が今ちょっとフリー。蹴るのは漆畑。誰に合わせるか。西川真ん中で動いている。その後ろ早川に合わせていきました。小野直接行った。これもなかなか狙いすましたようないいシュートでした。1年生小野今大会はまだ県大会に入ってからはゴールは決めていません。しかし浜松西のディフェンスチームよく守ってますね立ち上がりね。そうですね。ポイントをしっかり抑えてますね。これはオフサイドない。西川から直接行った杉山が。これは少し余裕を持ってのセービングでした。ちょっとジャストビートしませんでしたか西川のシュート。西川は今大会は4試合で4ゴールと非常に当たっています。清翔のスローインに変わります。中盤もボールへの集まりは浜松にいいですね。そうですね。早め早めに集まってきます。プレッシャーをかけます早川。
ギリギリでオフサイドギリギリを狙ってきましたが、さあ直接行った、漆畑入った清翔先制、漆畑決めた。前半の15分、ちょっと今日疲れた感じのゴールキーパー杉山、清翔先制、漆畑が綺麗に決めました。今のゴールシーン、ちょっとディフェンスが振り切られたところ、あー、いいコントロールでしたね、松浦さん。そうですね、ちょっとこれプレッシャーがかけきれなかったのか。1対0、清翔先制です。まあシュートを褒めるべきでしょうかね。そうですね、本当にシュートを褒めるべきですね。前半の15分に清翔先制しました。試合展開としては浜松西が先制すると面白いんですけどもねそうですね。さあまた漆畑、今度はクロス走り込んできた藤本、後ろは西川、トップで笛、西川にハンドがありましたか、はい、これが西川。しかしここから大事ですね、浜松選手は。まあ、清翔は傘にかかって攻めてくるというパターンになりますので、ここから一つ一つまた潰していきたいところです。まあ、松浦さんおっしゃるように、確かにあれはもうやむを得ないという感じの。そうですね、はい、一瞬、クロスでボールが上がるかなと。そうでしたよね、そんなあの感じもありましたけどもね。さあ小林がボールをキープしている、倒されたが笛はありません。ついているのは高木です。高木がぴったりとマークしています。今日はどうやらこの、長髪の高木が10番の小林をマークするようです。そしてロングスロー清翔、11番の藤本が行きました。5番の松原は上がっていません。とここで笛、どちらの反則か、清翔に反則がありました。前半の15分に清翔先制、漆畑がきれいに決めました。ミドルシュート、ここからむしろ浜西の方がどんどん攻めていきたいですね。そうですね、まあ、まだ時間帯としては、はい、早い時間ですので。そうですね、あ、スローインのようです。吉田さん、はい、清翔ベンチですが、はい、1点が入りまして、これまでじっと黙ってプレーを見ていた大滝監督も思わず右手を上げてガッツポーズをしました。ガッツポーズ出ましたか、はい、その後はですね、はい、すぐに各地のポジションにすぐ戻れという指示を出していました。なるほど、今日は清翔サイド、リポートは金沢アナウンサーです。まあ、左サイドの漆畑がもう一つその納得のいくプレーがしてないということで、大滝監督もだいぶあの練習でも試合でも漆畑を叱るというシーンがあったんですが。そうですか、はい、これを奪いました。この選手が小枝、このあたりうまい小枝の個人技、真ん中にボール出せるか、後ろに戻します。内田、いや内藤、失礼、右サイドに内山待っている、内山に渡す、ここからうまく攻められるか、小野がうまくクリアします。やはり早く攻めませんと清翔のディフェンス陣がさーっと戻りますね。そうですね、そういう意味で先ほど言いましたように、あの押し上げ、はい、サポートですね。鈴木です。キッパーに合いませんでした。漆畑がここで戻っています。タッチを割って浜松西のスローイン。内田が入れます。上、あーっと浜松西に反則。これが小野、大石が中へクロス、高いボール、西川と競ってファウル、浜松西ボール。ここまでは清翔がクロスを入れて高さを生かしたり、あるいはサイドをやぐったりと、はい、清翔のちょっとペースですね。そうですね、やはり一つ一つのパスがあの強いですからね、はい、前半の20分を経過しました。1対0清翔リード。前半の15分、漆畑が直接決めました。
石川から前を走る藤本、そしてゴールの中央漆畑も待っている、藤本持って入る、あー漆畑には合いませんでした。今のは直接狙ったというよりはセッタリング気味、そして小野です。小野がボールをキープ、1人かわす、これが中国の小野です。アンダー17の代表、さあまたロングスローか、早川へ、ここでファールスローです。今の漆畑のスローはファールスローを取られました。このゴール裏のスタンドが今回拡張されました日本平スタジアムです。笛はありません。柴田がここまで上がってきています。笛は浜西ボール、これが柴田、10番はキッパラ、縦へ長いボールを入れます。内山からちょっと戻しました、浜松石、さあどう攻める、縦に出します、小枝には合いません、エンドラインを割りました。今のボールですが、できればあのグランダーで速いボールで足元へ、はい、出したいですけどね。まあ、浜松西の池谷監督もその辺はかなり徹底した注意を与えているんでしょうけれども、まだタッチは割ってません。谷池、小野、この辺り今日は清少よくボールを回します。漆畑から小野、ワンツーはこれはもらえない、あしかしこれは取り返した清少、藤本、藤本と内藤、藤本振り切ったセンタリング、5番の山田がクリアしました。ゴール前まだチャンス、小林から西川は通りません。小野が藤本を使おうとしましたが、藤本ちょっとスタートが合いませんでした。内藤からこの辺りは中盤浜翔がかなりタイトになってきました。ぴったりとしたバックサウルシバタサイドを変えて清翔、先ほどはここから直接狙ってきましたが、えぐって真ん中西川か、藤本の頭、コーナーキック、コーナーキックに変わります。まあ、今あの藤本君についてます浜西の内藤ですか、はい、1年生ですけども1年生です、ねまあ、今はよく競り合いましたけども、そうでした、ね、ここらの争いも鍵ですね。さあファーの位置にはキャプテンの松原が上がってきています。蹴るのは漆畑、これが松原、誰の頭だ、松原か、いや大石の頭でした、松原の頭、あっと内山からぶり、こういうミスは怖いところですが、あっとこれはハイキック、ちょっと危ない形になりました。この右手を負傷していますのが4番の大石です。右手を骨折しているということですが、プレーには影響ないという話でした。まもなく前半の25分になろうとしています。高校サッカー、高校総体のサッカーは35分ハーフで行われます。1対0と清翔がリード。前半の15分に漆畑の、そうですね、距離にすると20メートルはあったでしょうか。そうですね、ミドルシュート決まりました。外でしたからね。そうでしたよね。さあ西川、この辺り浜西、うまい、これはうまくボールを取りました高木。あしかし小枝がここまで下がってますからね、苦しいところです。おっ、ナイトオーバーラップ、今25分を経過しました。なんとか清翔、いや浜松西としては小枝にボールを集めて、それも前でゴールに近いところで集めたいんですが、小枝が今日はかなり下がり気味です。クロスを入れる、
小野田狙うか、直接行った、決まった、2点目個人技小野、やはりスーパー1年生アンダーセブンティーン日本代表、2点目は今度は小野のミドルシュート。大滝監督ガッツポーズはありませんでした。さあ見ましょう、この位置、このコース、いやー見せてくれましたね松浦さん、はい、いや松浦さんもうんとしか言えない本当にちょっとこれは言葉にできない1年生ですからね。そうですね、まあ、ちょっとやっぱり浜西の爪が遅れ気味というところですかね。逆に言いますとペナルティエリアの中ではきちっと詰めてるんですが、そうです、ね、あの位置がちょっと緩いですね。一つクリアした後拾われて、はい、打たれてるという感じですからね。逆に言うと先ほどの漆畑、それから今の小野にしましても、その辺をついてミドルからどんどん打ってくる。そうで、しかもそこに技が加わっているという、ちょっとこれは浜松西としてはいかんともしがたいという感じがありますが、さあ小枝だ、これはコーナーキックに変わります。そしてコーナーキックといえば浜松西、ショートコーナーを使います。県大会に入って浜松西は8得点を挙げているんですが、そのうち6点がこのショートコーナー、コーナーキックから生まれたものです。鈴木がちょんと出して金原へ戻したところを鈴木が上げていきます。誰に合わせるかと、これは笛があって、あ、オフサイドがありましたか。これは何でしょう、オフサイドですかね、何ですかね。そうですね、オフサイドです ね、 そうですね、ショートコーナーを使ってますので、どうしてもこう出てしまいますから ね、 そうですね、オフサイドがありました。この位置でのオフサイドというのも珍しいといえば珍しいんですが、ここからフリーキック、まあ、清翔もショートコーナーは十分研究しているでしょう。さあ早いリスタート、真ん中西川へ、西川も直接打ちます。これはヒットしてません。今日はこの西川がまだシュートがジャストミートしていません。吉田さん、はい、どうぞ。浜西サイド渡辺です、はい、2点目のね、すごいシュートが入った時にはさすがの池谷監督もうーんという表情だったんですが、はい、その後すぐにディフェンスの内田選手を呼びまして、特にこう抜かれているわけではないから慌てないでやっていけ、いつもの浜西のサッカーをやっていこうというふうな指示を出しています。今日は浜西サイドは渡辺弥生リポーターです。確かに抜かれているわけではないんですが、その前の段階でスパスパとシュートを決められています。これは浜松西としては非常に苦しい展開です。鈴木、このパスが通らない。この辺りはキャプテンの松原がしっかりと守備をします。これが松原、声だ、内田がオーバーラップしています。3番あっと、これは後ろから押したイエローが出そうだ、イエローカード出ました。2番の寺田にイエローカード、前半の28分、まあ確かに決定的なチャンスになりかかりましたが後ろから押してしまいました。前半の29分を回りました。寺田がイエローカード、浜松西、そして左に大きく開いているのが漆畑、蹴るのは小林。さあどうしますか、小林はこの前の試合準決勝でもう少し近かったんですが直接決めています。どうするか、浮かした、ヘディングは松原の頭でした。キャプテンの松原、この前の試合でも今と同じような形でヘディングでゴールを決めています。県大会7大会連続優勝中の清翔になんとかという浜松西なんですが、ここまでは清翔ペース。まあ、浜松西は西武の代表という意味でも頑張ってほしいところです。手元の時計で前半30分を回りました。残り5分を切っています。2対0清翔リード。漆畑、そして小野と、いずれもミドルシュートを決めています。柴田がオーバーラップしています。
この後危ない、漆畑戻して小野、ゴールを決めたコンビでボールを回す。そして後ろから4番の大石上がってきている。スルーパスは通りませんでした。これが大石。しかし清少のディフェンス陣というのはその守るとき4人がきれいに守りますし、オーバーラップするときはきちんとそのディフェンスもですねカバーしてですね、本当にディフェンスはよく鍛えられていますね。まあ、毎年毎年3年生でディフェンスラインを組んできます清少です。まあ、中盤あるいは前線のフォワードには1年生2年生を使うんですが、ディフェンスはきちっと3年生で組んでくる。このあたりもまた清少のこのところの県内無敵のゆえんかもしれません。一人一人が非常に強いですね。強いですね。そしてその裏をなんとか突こうという浜松西、金原行った、金原行きます、松原と金原、松原と金原、松原勝った。オフサイドありません。藤本真ん中、小林も来ている、まだボールは生きています。漆畑から小野も待っている、真ん中直接行きました。杉山ナイスキャッチ、去年のチームからこのゴールを守っている杉山です。吉田さん、はいどうぞ。清少ベンチですが、はい、清少の大滝監督なんですが、1点を取った後指示を出し始めたんですが、2点目を取ったらさらに激しい口調で指示を出し始めました。あ、そうですか。特に点を取った6番の漆畑に対してはですね、はい、確実にパスとか、予測をきちんとしろというように激しい口調で指示を出しています。いや、漆畑については随分注文がという話をさっきしたんですが、やはりゴールを決めるぐらいじゃダメなんですね、大崎さんも。まあちょっと右サイドは藤本君の突破が、はい、目立つんですけど、はい、左サイド ね、 そ う、 ですね、そういう意味では攻撃が少ないですけどね。スローワーは20番をつけました内山ですが、浜松西の内山にもロングスローがあります。小枝に行きました。小枝キープ、直接行くか、ディフェンダーに当たった、いや早川に当たった。ゴール前混戦、小野が大きく前に蹴り出します。このあたりは浜松に早く戻りたい。笛、清少反則、内田です。小枝に、浜西のスローイン。前半の33分を回りました。残り時間2分を切っています。2対0と清少リード。さあまた内山のロングスローが見られそうです。いや、ショートに行った小枝。ペナルティーキック、ペナルティーキック、小枝を後ろから倒しました。前半今34分になったところ、 PK を得ました浜松西。ゴールキーパーは小林弘樹、そして蹴るのはセットプレー全て蹴っていますキッカー鈴木です。鈴木勝之、浜松西としてはこれは試合を左右する大きな PK。 鈴木対キーパー小林、決まった、1点を返しました浜松西、2対1。前半の34分を回ったところ1点差に詰めました。松浦さん、はい、思えば今のシーンが出ますね。まず先に見ましょう今の PK シーン。タイミングとしては小林もよく飛んでたんですが、ちょっと弱いかなという気もしたんですけどね。手元の時計は35分を回りました。前半ロスタイムに入ってここで笛、もうほとんどロスタイムはありませんでした。1点を返して浜松西ハーフタイムに入ります。
まあ、しかし松浦さん、はい、今のその PK もですね、あの小枝の粘り、そうですね、それがあの PK を誘ったといいますか、ファウルを誘ったということですね、はい、これ終了間際に1点を返して1点差に詰めた浜松西としてはいい形ですね。そうですね、後半へ、また力が出ればいいんですがね。そうですね、あ、負けてる浜松西なんですが今笑顔も見られました。この方が池谷監督、うん、ただ選手ほどは表情は和んでいません。しかしこれで試合は面白くなりましたね。そうですね、まあ、全体の流れとしてはやはりあの行商の鋭さが目立つんですけれども、はい、まだまだ分かりませんね、まあ、ああいうやはり小枝の個人技粘り、それからオープンスペースへの、まあ、速いパスですね。そうですね、しかもグランダーの、ね、前半終わりました。決勝戦2対1で清志をリード、しかし終了間際に浜西が返して1点差に詰めてのハーフタイムです。さてでは簡単に前半を振り返ってみようと思うんですが、前半はやや清志を押し気味、とはいえまずまず互角の展開。しかし前半の15分に、清志の漆畑がミドルシュートを決めました。ではまずその漆畑の先制ゴールのシーンをご覧いただくことにしましょう。これですね、クロスに入れるのかという。そうですね、まあ、これもクリアボールを拾われてのシュートですね、はい、そうでしたね。距離にするとそうですね、20メートル、これが今ペナルティーエリアですから20メートルは優にありましたね。コースも本当にもうギリギリのところでした。前半の15分、はい、キーパー届かないですね、あそこは ね、やっぱりキーパーも攻められないし、ディフェンダーもあの位置までのタイトなマークというのは難しいでしょうしね、あの体勢で、まあ、この15前半15分のこの漆畑のミドルシュートが決まって1点を先制した清翔。そしてその10分後25分には今度は8番1年生の小野がやはりミドルシュートを決めました。そのシーンご覧いただきましょう。この位置からです、入ります。思わず解説の松浦さんもうなるだけだったという。そうですね、まあ、どうですか改めてご覧になって、まあ、浜西のディフェンスの問題というところで言えば、はい、やはり、一つプレーの後の押し上げ、ボールへのチェック、はい、そこらが、まあ、これだけこう攻められている中で、ちょっとそういうところが切れてしまったということかなと思いますけどもね、うん、まあ、これに対しまして浜松西の方は、まあ、先ほどご覧いただきましたように前半の終了間際にですね、相手ペナルティーゾーンの中で小枝が反則を誘いまして PK を得ました。そして鈴木が落ち着いてこのペナルティーキックを決めています。もう一度そのシーンご覧いただきましょうか。蹴るのは11番の鈴木です。ちょっとシュートが弱かったようにも見えましたけれどもギリギリのコースでした。これで2対1、もう本当に終了間際でした。そして今ハーフタイムに入っているところです。まあ、本当にあの浜松西としては非常に理想的な形でハーフタイムに入ることができました。はい、そうですね、まあ、やや苦しい展開、はい、浜西にとっては重苦しい展開という中で、まあ、それこそ前半の終了間際ということで、まあ、まだ1点差はあるわけですけれども非常に後半に向けて力が湧いてくるそういう得点ではなかったかなと思いますね。逆にどうでしょう、清翔サイドに与えるこの終了間際の1点ですね、これはどうご覧になりますか。そうですね、まあ、あまり慌てる場面ではなかったんですよね、ファウルを、はい、してしまったんですけれども、まあ、2点リードしてて、まあ、気持ちの緩みというようなものが、あったのか、ちょっとこうあの場面だけは落ち着きがなかったような気がしますけどもね。よくあの2対0というのはリードしている方にとって実は危ないスコアなんだということを言いますけどもね。そうですね、次の1点をどちらが取るか、はい、これが、まあ、大体サッカーの試合では、うん、勝負を分けたりしますんでね。そうですね、現在2対1、清翔3連覇を狙う清翔が
1点リードはしていますが、終了間際に点を取ったのは浜西でした。今年で43回目になります県の高校総体、サッカー競技としてはこれが30回目ということになります。それではここで両チームのですね、県大会のここまでの、足跡というのを振り返ろうと思うんですが、まず先週の日曜日に行われました準決勝から振り返ることにしましょう。先週の日曜日、準決勝は富士市の陸上競技場で行われました。雨の降る中、霧がかかる中の試合になりました。準決勝では浜松西は延長の末沼津学園を破っています。そして清翔の方は静岡北を破って今日のこの決勝戦に駒をそれぞれ進めています。それでは両チームの戦績を振り返るにあたりまして、まず先週日曜日の準決勝のハイライトシーンを VTR 用意しましたのでご覧いただきましょう。先週の日曜日に行われました準決勝ハイライトシーンでご覧いただきました。それでは改めまして浜松西のここまでの戦いぶりです。ご覧のように厳しい戦いの連続でした。焼津中央戦1回戦は PK 戦の末3対2で焼津中央を破っています。まあ、それから何かこう調子に乗ったような感じの浜松西高校、特に松浦さん、はい、準々決勝の静学戦ですよね。そうですね、私ちょっと見る機会がなかったんですけれども、はい、やはりあの持ち味の速さ、これが生きたんじゃないかなと思いますけどもね。前半は1対1だったんですが、後半はその浜松西の速いカウンター攻撃で静学のディフェンスラインを突破していきました。そして準決勝も決勝、延長の末、今ご覧いただきましたように岡本が決勝ゴール、あれ延長に入ってから1点ずつ取り合いましてね。そうですね、はい、2対2になって延長後半に、決勝点が挙げられました。そしてあの決勝ゴールもご覧いただきましたけれども、あの小枝がそうです綺麗にあのパスをラストパス出しましてね、はい、まあそこまでこう持ち込めるあの、はい、強さっていうのは小枝君ありますからね。そうですね、まあ、これあの準決勝もし沼津学園が勝っていますと東部地区からは初の決勝進出だったんですが、はい、その夢を打ち砕いて逆に西部地区から8年ぶりの決勝進出を決めたこちら浜松西です。さてそれでは変わりまして清翔の戦い方、戦績です。こちらはご覧のように安定した勝ち方です。ずっと完封勝ちで、この前の準決勝で初めて、今あのハイライトにもありましたが失点、まあ、ですから今日 あのペナルティーゴールが今大会2失点目ということになるわけですけども、まあ、こちらは対照的なんですが、しかし一番最初 あの大滝監督の話にもありましたが、この戦い方に満足してないんですね大滝さんは。まあ常にあの上を求めると言いますか、はい、厳しさを求めて、はい、あのチームを作ってますからね。まあ、確かにあの県大会は、おととしの新人戦から7大会連続優勝中なんですが、全国大会では今年の正月の高校選手権初戦で奈良育英に1対0で敗れています。
まあ、5大会全国大会5大会連続そして年間3冠の達成がなりませんでした清翔、まあ、あの時の反省がどうも受け身に回ってしまうその反省がなかなかこのチーム生きてないんだというのが大滝監督の、まあ、その厳しさのゆえんなんですがさあ後半に向けて選手が出てきました2対1、1点リードで今度は左にエンドを取ります清翔です両チームともにメンバーの交代はありません手前にいるのが1年生2点目を決めた小野です真ん中がセンターフォワードの西川3連覇をこの大会3連覇を目指します清翔そして初優勝目指しています浜松西です優勝へ向けて後半35分が始まりましたまずは藤本柴田がここまでオーバーラップしています真ん中石川くさびの位置両チームともにメンバーの変更はありません、まあ、浜松選手は勝てば初優勝なんですがもし西部地区の学校が優勝するとなりますと昭和51年の浜名高校以来19年ぶりの西部からの優勝ということにもなりますその意味でも前半の終了間際、まあ、ペナルティーキックというペナルティーゴールという形で1点を返しました浜松西後半その勢いをこの開始早々でつなげていきたいところですしかし攻めているのは清翔柴田が相変わらずオーバーラップそして小野です小林藤本倒されましたが笛はありませんキーパーの杉山がキープ松西としてはこの立ち上がり早々というところが、まあ、両チームにとってでしょうけどもポイントになりそうですねそうですね、まあ、ディフェンスラインがどこでボールを奪えるかなるほど、中盤でボールを拾えるといいんですがね縦に出しますあの今のバックラインからのボールだとこうきついんですよねそうですねかなり後ろからですからね、逆に清翔の方はかなりラインが押し上がっています谷池小枝が行っています小枝粘るキーパー出ましたあっとボールこぼれているコーナーキックに変わりますこちらは金原そして小枝がまたも粘りましたこの背番号9番が小枝ですそしてペナルティーキック、ペナルティーゴールを決めました鈴木が行きます11番鈴木背番号5番をつけました山田が上がってきています小枝はゴールほぼ正面ファーの位置に山田誰に合わせるかショートコーナー使いません山田かあーキーパーキャッチ小林弘樹出ましたショートコーナー使いませんでしたさあ早く攻めますカウンターは藤本あーうまくカットしました2番の寺田スイーパー今ショートコーナー使いませんでしたねそうですね、まあ、先ほどオフサイドがありましたんでね、はいはい内藤がボールを入れますこれが声だ内藤へ賑やかな応援が聞こえてきました浜松西今日はおよそ300人がバス7台でやってきていますこちら浜松西の応援席なんとか後半早い時間帯で同点に追いつきたい浜松西さあ小枝がキープ柴田が奪い返す柴田と小枝小枝です小枝です真ん中には鈴木もいるがこれはディフェンスラインがクリアしていきますオフサイドのフラッグオフサイドがありました清翔がディフェンスラインさっと押し上げましたこれが小枝今大会ここまで3ゴールを決めています現在2試合連続ゴール中吉田さんはいどうぞ清翔の太田監督ですが、はい、ハーフタイムの知事です怒鳴るような口調で真面目にサッカーをやれと一括
特にフォワードに注文が多く集まりました、はい、決定的な場面でなぜ点を取れない、6番の漆畑なぜ前に上がらないのかと厳しく指示をしました。後半は次の1点をどちらかが取るかが勝負、同点になっても構わないから前半を忘れて一からやり直せと気合を入れていました。清翔サイド、大滝監督のハーフタイムの指示は金沢アナウンサーです。かなり厳しい口調だったということですが、確かに試合展開1点リードしているのは清翔ですけれども、どうですか、体勢としては互角と見てもいいわけですね。そうですね、浜西が気力の面で、はい、負けていないと、そうですね、いう感じがしますね。これはコーナーキックに変わります。そして松原が上がってきました。5番キャプテンの松原、松原がファーの位置に入ります。蹴るのは漆畑、ゴール中央は西川、藤本もいます。西川入っていくか、誰の頭だ、松原だ、いや後ろから4番が来ました。松原を取りにこの大石に合わせてきました。吉田さん、はい、どうぞ。浜西サイドです、はい、先ほどの のショートコーナーの件に関しては、はい、特にハーフタイムにその指示はありませんでしたね。そうですか、はい、それでそのハーフタイムなんですが、とにかく前半1点返すことができたのでいい形になった。で今までこういう形でいくつも苦しい試合を乗り切ってきたので、はい、後半も頑張っていこうということでした。ただ戦術的な面に関してはフリーでヘディングをさせないようにしようと思いました。なるほど。それからですね、いつもハーフタイムにはバナナやチョコレートを食べて、ね、選手たちはリラックスするんですが、はい、今日はちょっと緊迫した感じでそういうことは一切ありませんでしたね。そうですか、はい、浜松西のリポートは渡辺彩里リポーターです。両チームともになかなかこうピリピリっとしたハーフタイムだったようです。さあ浜松西、小枝が行く、笛が鳴った、あ浜松西にファウルがありました。両チームだいぶ監督に精神面でプレッシャーといいますか指示を受けたようです。まあ、確かに清翔の大滝監督は受け身に回ると本当にうちのチームはダメなんだというのを盛んによく話しているんですが、はい、まあ、この辺りも高木が粘ります。8番は高木、上田、岡本が上がってきます。鈴木、そこで笛、惜しいですね、オフサイドですね。吉田さん、はい、浜松市の小枝君なんですけれどもね、はい、向こうのディフェンスが大きいので今日はとにかくドリブルで突破していきたいということを言ってたんですが、そうですか、なかなかやっぱりそれもうまくいきませんね。そうですね、しかし先ほどファールを誘ったペナルティーゴールを生んだのはそうしたその粘りのドリブルでした。さあまた小枝が行きます。粘る小枝、いや小枝の運動量が非常に多くなっています。手元の時計、後半の間もなく8分、まだ後半に入ってからは点が入っていません。さあ藤本クロスを入れた、ヘディングシュート、上田、上に行きました、漆畑の頭でした。後半の8分を回ったところです。藤本からのクロス、藤本君の得意のプレーですね、今のはね、はい、ディフェンスをこう抜き去らないでゴール前に角度があった時に、はい、中に入れると、はい、まあ、ヘディングがちょっと上から叩けなかったですね。そうですね、合わせるのは精一杯という形になりました。はい、太鼓の音は浜松西の応援団、清翔の方は今静かに見守っています。清翔の方もおよそ300人、この選手が小枝、そして柴田がついています。2人がかりのマーク、3人がかり、
あと浜松西としてはこの小枝にいかにこのサポートしていくかですね。そうですね、まあ、小枝君一人で、はい、突破っていうところもちょっと厳しいですから。そうですね、小枝がこれだけ相手のディフェンダーを引きつけたところでどうサポートが入るかというのもポイントになりそうですね、はい、さあ上げられるか。この位置まで下がりますとディフェンスは今日よく守っています浜松西。清潮はその前の段階でミドルを打ってきます。3番をつけましたディフェンダーは内田です。上清潮にファール。とにかく初めての決勝進出です浜松西。今ブラスバンドの音が聞こえていますが、このブラスバンドも急遽練習をしたということです。練習の内容は野球の時の応援と同じということなんですが、さあここでファールがありました。後半の10分を回ったところです。さあ浜松西ここからどう攻める。後半岡本が積極的に上がっています。背番号6番の岡本が後半はかなり積極的に攻撃に加わっています。山田から長いボール、おっと内藤がオーバーラップ。あしかし小林が前に出ます。吉田さん、はいどうぞ。後半に入りましてね、浜松西はベンチの雰囲気が前半と全く違うんですね。どう変わりました。前半はですね、池谷監督自身がこう落ち着かない感じでこうイライラとしているような感じだったんですが、はい、前半の最後に1点返してからこの後半にかけて時折笑顔も乱れるようになりまして、はい、準決勝までの雰囲気と同じような感じになってきましたね。なるほどなるほど。小林です。小林ボールをキープ、上げられるか、上げた、ガッと、しかしこれはエンドラインを割っています。2年生小林、吉原中学の出身、吉原中学時代からアンダーセブンティーンの日本代表に選ばれていました。まあ、その頃はもちろんセブンティーンではありませんが、ジュニアユースの日本代表に選ばれていました。大谷監督のハーフタイムのシーンにもあったように、確かに次の1点ですね、どちらが取るか、ね、小林、漆畑に渡りません、あっと、直接いった、今はなかなか難しいシュートだったんですが、杉山がよく取りました。ちょっと今、お互いに、攻め合うんでるというか、そういう感じですね。そうですね、お互いに中盤なかなかいいプレッシャーをかけ合っています。浜西としては今のようなボールを、はい、確実に競り合うということ、そのこぼれ球なりを的確に処理する、これが、まあ、失点を防ぐ、はい、大きな課題ですね。浜西のスローイン、岡本、そして内山、1年生の内山です。現在3試合連続ゴールを決めています。そして内山のまたロングスロー、先ほどは小枝に合わせましたが、ちょっと小枝の頭に合いません。松原の頭でした。この辺の処理は浜西が取り返しました。これはミスキック。柴田ついているのは内田、真ん中西川へ戻して直接行った小野、直接打たせました。今日は今大会の県大会初ゴールを決めている小野です。2点目でした。
後半の15分になろうとしています。後半の10分あたりまではかなり激しかったんですが、ちょっとこの時間帯は両チーム動きが収まっています。止まってきています。さあまた早い展開か。早川ルックアップして左へ、漆畑取り返した。今日はこの内田がいい。ああライン終わったようです。タッチラインもありました。この今ちょっと足を押さえていますね。キャプテンの松原でしょうか。そうですね、松原ですね。まあ、今日は背番号6番先制のゴールを挙げました漆畑、この漆畑がもう一つ機能していないと大滝監督が言っていましたが、それ以上にその3番の内田がね、ディフェンダーの内田がよくついてますよね。前の取り方がね、はい、非常にいいですね。藤本、西川とのマンツーは取りません。高木が内山へ。吉田さん、はいどうぞ。清翔選手の交代があるようです。ありますか。背番号10の小林に代わって背番号10、はい、12の松本が、入るところです。あ、今ちょうどピッチの外のところに出てきました。これが背番号12番をつけました松本です。小林と入れ替えます。小林が外に出ました。小林はこの前の試合でちょっとお腹のあたりを蹴られて、その影響で今週の水曜日あたりでしょうか、病院に行ったということです。まあ、今日は大丈夫で試合に出るということだったんですが、ここで変えてきました大滝監督。代わりに12番の松本が入っています。さあ小枝、さあ小枝、中には金原と鈴木と、しかしこれはコーナーキックに変わります。背番号12番をつけました松本裕樹が代わりに入っています。さあ1点追いかけます浜松西。ショートコーナーは今度も使いません。鈴木克幸が直接蹴ります。カーの位置には山田が上がってきました。そしてゴール正面には小枝、小枝、松原が頭。さあここから早く攻めるか。これが松本です。これが松本、今変わったばかりの松本クリア。松本がボールをキープ、取り返しました。岡本が取り返しました。また少し両チーム動きが速くなってきました。浜松西ボール、後ろから抱え込みました。11番が鈴木、前線に左に小枝、右に金原、鈴木持ち込む。あー、この辺ボールがつきません。足につかない。清翔ももう少し落ち着いて、つないでもいいんですけどもね。確かにちょっと何かこう、バタバタとサッカーをしてる感じがありますね。イエローが出るか。イエローが出ました。3番の内田にイエローが出た模様です。これで浜松西は2枚目、先ほど前半に寺田がもらっていますので2つ目のイエローカードということになります。ご覧のように2対1、清翔は1点リードしていますが、次の1点です。さあ長いボールを入れてきた小野田、左に切れました。この辺り の, そのゴール前のなんですか、ね、感覚といいますかね、はい、今のシーンですね、見ていただきましょうか。長いボールが入ってくる。そして8番の小野がスーッと回り込んできて頭で落として、うまいですね。
確かにボールへ寄るところの速さといいますかね、はい、いいもの持ってますね。こうしたプレーで少し気持ちを沈めていきたい清翔です。さあ12番はこれ変わった選手松本です。クロス中に入れて西川打つか、西川打つか、西川キープ、そして松本へゴール前、西川シュート、勝った、3点目。次の1点は清翔、3点目、3対1、再び2点差。次の1点はどちらに入るか、清翔に入りました。この西川が決めました。西川、今のシーン見ていただきましょう。いや松本からですね。松本が非常に落ち着いて、はい、ラストパスを出しましたね。綺麗なラストパスでしたね、ちょっとこうアウトサイド気味の。そうです、小林に変えて投入しました。松本がいいラストパスを出しました。そしてここで手元の時計、後半20分を回りました。この1点は松浦さん大きい。はい、そうですね、まあ、浜西もちょっと今も足が動かなかったなという気がしますけれども、さあまた松本行きます。手元の時計は後半の20分を回ったところです。まだしかし15分あります。今日は午前中時折パラッと小雨も降りましたが、午後からは薄日も差しています日本平スタジアム。さあ浜西上がっていきます。小枝、浜西のスローイン、これが小枝。今日は運動量が非常に多くなっています。後半のスタミナがちょっと心配です。その小枝、再び内山がボールを入れます。折り返して柴田クリア、松原ルックアップして右サイドへ、これは藤本には通りませんでした。高校総体のサッカー競技の決勝戦、初優勝を目指します浜松西と3年連続9回目の優勝を目指します清水市商業。後半の19分に西川が決めました。3対1となっています。浜松にファールがありました。倒されているのは鈴木ですね。司令塔鈴木、倒したのはこの松本か。鈴木です。まあ、県の高校総体の方は水泳などの競技を除きましてほとんどの種目が終わりました。残っているのはこのサッカーだけで、サッカーも今日は午前中に女子の決勝が行われまして、女子の決勝は東洋が沼津西を1対0で破りました。女子は東洋高校が2年連続3回目の優勝です。さて高木が一度ピッチの外に出ますね。肘をすりむきましたか。まあ、高校総体では残っているのはこのサッカー、男子のサッカーということになります。さあ柴田がオーバーラップ、小野です。辻本を走らせる、コーナーキックに変わります。最後は22番の内藤が足を出しました。蹴るのは漆畑、そしてセットプレーですので4番と5番、178センチの大石と180センチの松原がゆっくりと上がっていきました。ファーの位置に松原、まあ、ここは浜西しっかり守りたいですね。そうですね、大石でした。先ほどから松原を音に使ってこの大石というプレーが見られます。大石も178センチ、まあ、とにかくディフェンダーは谷池176センチが一番低くて、柴田178、大石178、キャプテンの松原180です。
ライン。ああこのパスが通りません。ちょんと浮かしていったんですが、鈴木小枝もだいぶ疲れてるでしょう。小枝義則、天竜中学の出身、3年生。去年のチームではミッドフィルダーを務めていましたが、このチームになってからフォワードです。この途中から入りました12番の松本がなかなか動きがいいですね。そうですね、細かなステップで。後半の25分を経過、残り10分を切っています。決勝戦3年連続9回目に向けて2点リードの清翔。小枝サポートが欲しい。いや自分で持っていく。タッチを割りました。清翔ボールに変わります。まあ、あそこからもう一つ早くね、ボールを展開したいんですけどね。3年生のディフェンダーがかなり厳しくプレッシャーをかけていきます。あフリースロ ー, あフロ、失礼、ファールスロー。まあ、清翔もあの小枝君に対してはあのかなり徹底したマークをしてますね。2人がかり3人がかりですからね。浜松西の方は内山が左側の少し下がり気味に下がってますね。立ち上がりはやや右側の方に立ってます。スクールカラーの緑のメガホンは浜松西の応援団、初めての決勝進出です。小野、藤本ディフェンダーを引き連れてクロスに入れる。頭ダイビングヘッドを見せました漆畑です。変わった松本、松本ボールをキープ、漆畑へ。これはクリアが小さい。吉田さん、はいどうぞ。清翔選手の答えがあります、はい。6番の漆畑に代わってフォワード18番の川島、2年生が入ります。この背番号18番が川島です。吉田さん、はいどうぞ。浜西の方も変わりますね。選手交代ありますか。はい、金原選手に変えまして、はい、19番の池田宗隆選手、1年生が入ります。池田選手予選では出たことがありますが、この県大会では初めてだということです。いや、手元の資料だと池田は初戦に先発で出てることになってますが。あ、そうですか、はい、マネージャーさんに聞いたんですけれども。そうですか、失礼しました。両チームが選手を入れ替えます。まだ池田は入っていません。池田です。背番号19番、8番中学出身の1年生です。ちょうどコーナーキックのところなんですが、今
選手、10番のキンパラがピッチを出ました。そして19番の今池田が入っていきました。さあコーナーキック、小枝はちょうどゴールの中央、ニアは誰もいない。ニアでした。あーっとシュート、5番の山田でしたが打てませんでした。今のは松浦さん惜しかったですね。こぼれ球をと私も言おうとしたんですけど、はい、いいところにこぼれたんですけどね。ちょうど待ってるところにこぼれてきたんですが、しかし依然浜松西が攻めています。この選手が変わったばかりの池田、19番の池田、ご覧のように後半30分を回りました。残り5分を切っています。これが池田です。1年生、ディフェンダーがよく守ります清志郎です。小枝、内田、内山、内藤、分厚い清翔のディフェンス陣の壁、小野から松本、そしてここのボールを触ったのが川島です。変わったばかりの選手、川島が漆畑の後に入っています。左のウィンガー早川からサイドを変えてきます。柴田オーバーラップ、藤本、そして川島上げていった、西川だ、その後ろゴールキーパー、ディフェンダーがうまく体を入れました。手元の時計今32分を回りました。残り3分を切っています。ご覧のように3対1、後半の19分に清翔が1点を取りまして再び2点差、直接行くか藤本、ゴール前ディフェンダーの数が足りない、一旦シュート、これはキーパーの手には当たっていません。13番の西川が今シュートしましたね。ちょっと浜松西の方もやや疲れが出てきました。そうですね、まあ、あと少しです。そうですね、まあ、思い切ってこういうところからですね押し上げたいですね。小枝から岡本に、そして池田、立ち終わった。今年で43回目になります県高校総体、サッカー競技としては今年で30回目、その決勝戦残り2分を切りました。3連覇を目指す清翔が3対1と現在リード。浜松選手早く攻めたい、時間がない、池田、この辺のパスは通りません。池田行きます、岡本の頭、清翔ボールを回す、松本です、流す、西川、この西川がどうやら左のウイングになっているようですね。新田がセンターフォワード、西川と場所が入れ替わりました。さあ残り時間がなくなってきました。得点3対1、清翔リード。3年連続9回目のこの高校総体を制することができるか清翔。残り1分を切りました。西
川ルックアップ、真ん中この18番の大きい選手が川島、2年生小野から松本、キーパー飛び出す、杉山が出ました。さあ時間がない、時間がない、しかしボールキープは清翔、松本から西川、藤本、岡本が縦に出します。星田さん、はいどうぞ。浜西の方なんですがメンバー交代がありますね。メンバー交代ありますか。はい、7番の大隅選手が入ります。まもなく手元の時は35分になろうとしていますが、そうだ、さあ藤本だ、藤本キーパー足でクリア。失礼しました、吉田さん、はい、内田選手がどうやら足を痛めた模様ですね。そうですか、内田選手と変わる模様です。手元の時計は35分を回りました。あ、今ピッチの外に出てますね。そして7番をつけました大隅が今走り込んできまして、これが大隅選手、もうロスタイムに入っています。足を痛めまして内田がピッチの外に出ました。今ゴール裏をゆっくり歩いているところ、さあコーナーキックから、これはエンドライン終わりました。もう時間がありません。ロスタイムに入っています。決勝戦3対1清翔リード。県内の大会現在7大会連続優勝中の清翔、ちらっと時計に目をやりました。主審の小川さん、今ボールを蹴ったのが大隅、背番号7番。ご覧のように3対1、清翔のリードは2点あります。ちらちら時計を見ています。主審の小川さんです。高校総体の決勝、ゴール前、西川懸命のクリア、まだボールは生きています。ここで試合終了。今年も清翔3年連続9回目の高校総体制覇です。清翔勝ちました。3対1浜松西を破りました。1年生小野2点目を挙げました。素晴らしいシュート、素晴らしいゴールでした。あ、勝った瞬間にテープが投げ込まれまして、今審判団からそういうことはしないようにという注意が出たところですが、清翔が勝ちました。3年連続9回目の優勝です。そして松浦さん、はい、浜松西もよく頑張りましたけどね。そうですね、やはり個々の力ではこうどうしても引けを取ってしまいますので、はい、まあ、そこをチームとして、本当に最後まで、頑張ったと思いますね。清翔の大滝監督です。メガネの方、3年連続9回目の高校総体優勝、そして8月の1日から鳥取で行われます全国高校総体に出場します。放送席、放送席、はいどうぞ。優勝を決めました大滝監督です。どうもおめでとうございます。どうも。今日の試合展開はどうでしたか。ゲームというのはやっぱり決勝ですから、向こうがすごく特徴的な速いカウンターを狙ってますから、それにうちがどう対処しようかじゃなくて、うちも同じようにぶっ壊してみようという、そういう基本的な考え方で今回の取り組みです。後半は相手の得点を0点に抑えましたけど、慌てることないんですが、どうもディフェンスがやっぱり決勝ということでバタ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 してましてね、不要意なことをやってましたですね。まあその前にアタックのフォワードの方がイージーミスが多くて、あれでディフェンスラインがバタバタしちゃうんですよね。フォワードの方がやっぱりまずいなと思いますね。全国大会に向けてそのフォワードどう立て直しますか。うん、やはり決定的な場面で一つ取れるようなそういうサッカーやりたいですね。どうもありがとうございました。大滝監督でした。清翔は8月1日から鳥取で行われます全国高校総体に出場します。それから6月の24、25と東海総体がありまして、この両チームが出場することになっています。解説は松浦博美さんでした。松浦さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。清翔が3年連続9回目の優勝したことをお伝えしまして、日本平スタジアムからこの辺でお別れです。さようなら。